ライン川は、ヨーロッパを流れる川である、スイスアルプスの東マ湖に橋を発し、ボーデン湖に入りドイツフランスの国境を北に向かう、ストラスブールを越えて、カールスルーへの少し南から、ドイツ国内を流れ、ボン、ケルン、デュッセルドルフ、デュースブルクなどを通過し、オランダ国内へと入った後に、分岐し、ワール川と陸川となり、ロッテルダム付近で北海に注いでいる、 全長1 2 3 3トル、そのうちドイツ語を流れるのは6 9 8トルである。ドイツにとっては特に重要な川であり、ライン流域を主軸の一つとしてドイツ市は展開していった。また、ドイツ語の名詞には男性名詞、女性名詞、中性名詞があるが、河川のほとんどは女性名詞であるのに対し、ライン側、マイン側、 ネッカー川などごく少数の川だけは男性型で表される。そのこともあって、ドイツ人はこの川を、父なる川と呼んでいる。ドナウ川と共に、外国の船が自由に航行する、国際河川の一つ。下流地域は、川幅が広く、流れが穏やかなため、水運が盛んである。バーゼルから川口までのライン川流域圏は、ブルーバナナ。 太平洋ベルトの西欧版の一部をなす。また、産業革命の中心地の一つとなったルール工業地帯もライン側とルール側に挟まれる形で位置しており、その充実した内陸水路と豊富な地下資源によって発達した。ライン側は、源流域、アルペンライン、ボーデン湖、高ライン、上ライン、中ライン、下ラインといったいくつかの地域に分けられる。 東馬湖から流れ出るライン源流はホルデルライン前方ラインと呼ばれ 70km 下流のライヘナウで南のラインバルトホルン山から流れてくるもう一つの源流ヒンターライン後方ラインと合流するここまでがライン側の源流域と言える東馬湖からライヘナウまでの 70km で標高差は 1700m ありここまでの流れは非常に激しいここまでは 全域が、スイスのグラウビュンデン州に属する。ライヘナウデン合流してからは、ラインはほぼ北に流れ、グラウビュンデン州の州と、クールあたりで北へと向きを変える。クールからは、ザンクトガレン州とグラウビュンデン州の宗教を成しながら、トラマッツを通り、やがて東岸は、リヒテンシュタイン公国となる。リヒテンシュタインの首都、ファドゥーツを抜け、オーストリア領。 フォアールベルク州とスイス領ザンクトガレン州の国境を一部、なした後、ボーデン湖へと流れ込む。ここまでのラインをアルペンラインと称する。ボーデン湖は広い上湖と小さな下湖に二つに分かれている。上湖は東をオーストリアのフォアールベルク州、北をドイツのバイエルン州とバーデンビュルテンベルク州、南をスイスのザンクトガレン州とトゥールガウ州に囲まれている。 湖畔にはドイツ領のフリードリヒスハーフェンやリンダウ、オーストリア領のブレゲンツといった都市が点在する。上湖の西端にはドイツ領のコンスタンツ市があり、ここで細い水路となって西へと流れ出し、間もなく下湖へと流れ込む。コンスタンツは水路の南岸にあり、この地域だけドイツ領がライン南岸へと張り出す格好となっている。一旦ボーデン湖に流れ込んだライン側は 下コ生誕のシュタインから流れ出し、バーゼルへと向かう。バーゼルまでの区間を、コーラインという。この区間のほとんどは、北岸がドイツ領のバーデンビュルテンベルク州に属し、南のスイスは上流からトゥールガウ州、チューリヒ州、アールガウ州、バーゼルノーソン州に属し、ほとんど両国間の国境をなすが、スイスのシャフハウゼン州だけは、ラインの北岸に位置し、スイスが 北岸に大きく食い込んでいる。この区間の中央部に位置するスイスのシャフハウゼンには、ライン本流唯一の滝である、ライン滝がある。このライン滝より、下流は海まで全て船舶の航行が可能であり、シャフハウゼンは、ライン滝による荷物の積み替え工として繁栄した都市で、ある。バーゼルで、ライン川は再び向きを期待と変える。バーゼルからは、流れも、穏やかになると同時に、 水量も増え、ここから川口までは3000トン級の船の往来ができる。そのため、バーゼルはスイス唯一の国際貿易港となっており、スイスの貿易のかなりの部分がこの港を通して行われる。バーゼルはスイス有数の大都市であるが、スイス領の北端であり、市街の一部はドイツ領及びフランス領にもかかっている。バーゼルからは、ライン川は、 フランス領のアルザスとドイツのバーデンビュルテンベルク州との間の国境をなす。この地域はライン地交代と呼ばれる構造平野となっており、西のボージュ山脈と東のシュバルツバルトに挟まれた細長い平野の中をライン川は北流していく。バーゼルの少し北でライン川はアルザス大運河と接続する。このアルザス大運河はライン川の西に平行して北流し、 マルヌライン運河へと接続してパリなど、セーヌ川水系水運とつながる。またこの運河は、ミュルーズでローヌライン運河と接続し、ローヌ川水系へと接続して、リヨンや地中海とつながっている。アルザスの住民は、ドイツ系のアルザス人であり、ライン両岸にドイツ系民族が居住していることになるが、アルザス地方は17世紀以降数度の天変はあった。ものの、基本的には、 フランス領となっている。フランス領のライン沿岸のほぼ中央にストラスブールがあるが、ここは19世紀の稼働の直線化によって、ライン下半へと広がった、フランス領のライン最大の都市であり、フランスのラインへの窓口となっている。カールスルーへの少し南で、フランス領は終わりを告げ、ここからは、西岸はラインラントップファルツ州となり、ドイツ領内をラインは流れることとなる。ドイツ領、 ライン西岸はラインラントと呼ばれ、基本的にはドイツに属するもののフランスとドイツの間で争奪が繰り返された土地である。シュパイアーを過ぎ、マンハイムでは東から流れてくるネッカー川を合わせる。マンハイムを中心として、シュパイアー周辺まではラインネッカー広域連合と呼ばれる大都市圏を形成している。マンハイムからボルムスを過ぎ、ラインラントプファルツ州とのマインツでライン川は、 マイン川と交流する。ここまでが上、ラインと呼ばれる。マイン川を遡ると、1992年に開通したラインマインドナウ運河によってドナウ川へと水路がつながっており、この三河川を使用すれば、北海から国海まで河川のみで行くことも可能であ。ライン南岸にあるマインツの対岸は、ヘッセン州州都のピースバーデンであり、この2都市は20都市となっている。 このマインツビースバーデンから東のフランクフルトアムマインマはフランクフルトラインマイン広域連合と呼ばれる大都市圏となっている。マインツからボンまではチューラインと呼ばれる。この地域は丘陵に囲まれた中を流れ、特にマインツボンチの終わるリューデスハイム及びビンゲンからモーゼル川の合流するコブレンツまでの間はマンチックラインと呼ばれ、 風光明媚なことで知られている。このロマンチックラインの区間には、猫城など多くの古城があり、また中ほどには、難所として知られたローレライがある。この風景を楽しむため、マインツからビースバーデン、リューデスハイム、コブレンツ、ボン、そしてケルンまでの 185km の間には、ライン川下りの遊覧船が運航されており、多くの観光客を集めている。 遊覧船の起点はマインツであるが、風光明媚な区間であるリューデスハイムからコブレンツまでを利用する観光客も多い。ボンから下流になると、行政的にはノルトラインベストファー練習に属するようになる。丘陵は姿を消し、広々とした平野の中を流れるようになる。ここから川口までを下ラインと呼ぶ。この下流域にはケルン、 レーバー空前、デュッセルドルフを中心とする、ルール地方の初都市といった大都市が集中し、工業地帯となっている。中でもルール地方生誕で、ラインに面する、デュースブルクは、ルールの玄関口となっており、ヨーロッパ最大の内陸港となっている。ルールを過ぎるとライン川は西へと向きを変え、オランダに入る。オランダ領に入ると、すぐ、ライン川はいくつもの支流に分かれ、 網の目のように、オランダ南部に水路を広げる。最も大きな支流は、ワール川であり、その滝田のアイセル湖へと流れ込むアイセル川、ネーデルライン川が三大支流である。ネーデルライン川はさらにクロメライン川、レク川、ニューウェ・マース川など多くの支流に分かれる。ワール川もまたいくつもの支流に分かれ、南から流れてきたマース川の支流と合流、分離を繰り返す。 川口近くのゼーラント州付近のライン川は、しばしば大氾濫を起こし、また、北海の高潮でも大被害を受けることが多くあったが、1953年の大洪水を機にライン川、マース川、スヘルデ川の三角周知の河口をすべて塞いでしまう、デルタ計画と呼ばれる大一水工事が1958年に開始され、1986年に完成した。この計画によって、 主要港であるロッテルダム並びにアントウェルペンを除くすべての口が堤防、または可動石によって有事には閉塞が可能になり、両主要港沿岸の堤防は大幅に加算下された。1986年に完成した。川口近くにはロッテルダムがあり、ユーロポートはラインの河川水運と北海や大西洋の海運の結節点としてヨーロッパ最大の港となっている。 レース、1930年から1997年の平均データ。古くはライン川を教会として、西岸はケルト人、東岸はゲルマン人が主に居住していた。しかしユリウスカイサルのマリア信仰によって西岸はローマ帝国領となり、ライン川はローマとゲルマンの境界となった。彼を継いだローマ皇帝アウグストゥスは、 ライン東岸へと進攻したものの、9年にトイトブルク森の戦いにおいて、ローマ軍は敗北し、帝国の前哨戦はライン側へと戻り、以降ローマ領が流域北部においては東岸に広がることはなかった。しかし、流域南部においては83年に、ドミティアヌステがリメス・ゲルマニクスの建設を打ちし、マイン側からドナウ川へとつながる頂上が建設された。これによって、 ライン中、上流域ではリメスが前進し、ライン両岸がローマ帝国領に入った。ローマ帝国はライン西岸に国境警備のための砦や駐屯地として都市を数多く建設し、これらの都市にはローマ文化が定着した。ケルン、コブレンツ、マインツなどはこの都市が元となって現在まで属した都市である。 こうした都市は、川の対岸のゲルマン人たちとの交易を経済基盤としていた。各中ト地の軍によってライン側の河川高校も安全を保障され、ライン側は交易路としても利用されるようになっていた。しかしやがて、ローマ帝国は衰えを見せ始め、4世紀に入ると、東岸のゲルマン人が、ローマ国境を越え、次々と西岸へと侵入した。ゲルマン民族の大移動である。 これにより、西岸もゲルマン化されていき、やがてライン側周辺地域を中心として、フランク王国が勢力を拡大していく。また、フランク王国の勢力拡大とともにこの地域には政治的安定が戻り、ライン、川口地域に住むフリース人たちが活発な商業活動を展開するようになった。フリース人の本拠は、ライン側の分流である、レック側に面するドレスタットであり、 ここからライン川を遡って、ケロンやマインズ、ウォルムスへと交易に赴くだけでなく、北海やバルト海方面にも交易を広げていた。フランク王国は、カール大帝の時代に最盛期を迎えるも、その孫の代に分裂し、843年のベルダン条約によってライン川西岸は、中部フランク王国のロタール一世に、東岸は東フランク王国のルートビヒ二世に与えられ、 ライン川は再び国境となった。ロタール一世が855年に死去すると、中部フランク王国はさらに三分割され、ライン川西岸はロタール二世のロタリンギアに与えられた。しかし、ロタール二世も869年に死去すると、870年のメルセン条約によってロタリンギアは、東フランク王国と西フランク王国によって東西分割され、 ラインガー西岸も東フランク王国領となった。このフランク王国分裂に伴う政治的空白に乗じる形で各地に侵攻したのがバイキングでライン側にも河口を中心にコブレンツあたりまで遡って襲撃を繰り返した。この襲撃の主な目標になったドレスタットは幾度も略奪され863年の襲撃によって歴史から姿を消した。 東フランク王国はやがて神聖ローマ帝国となるが、同国においては、諸侯が大きな力を持ち、ライン沿岸にも多くの諸侯が割挙した。諸侯だけでなく、マインツやケルン、トリーアヤなどの大司教、司教といった正解諸侯もこの地域には多数存在し、いずれも各地に城郭を建て、関所を設けてライン側を通行する商船から、通行税を売り立てて、財源とした。また、 この頃から商業の復活により、ライン下半においても、再び都市が各地に立地するようになり、旧ローマ帝国を起源とする都市だけでなく、新たな都市が次々と建設された。これらの都市は、ライン交易を基盤として力を蓄え、1254年にコンラート4世が没して、法園主体編長が断絶し、大空位時代が始まると、 マインツとボルムスとの同盟を基軸として、ライン川沿いの諸都市が同盟を締結し、ライン都市同盟が同年成立した。この同盟は、加盟都市六十以上を数えたものの、周辺諸行の圧力により千二百五十七年に消滅した。十四世紀に入ると、北海、バルト海方面で強力な都市同盟を築いていた。ハンザ同盟が下流域の諸都市に加盟を、見かけ、 流域有数の都市であるケルなど多くの都市が同盟に加盟した。この都市同盟の流れを組み、ライン上流部へと進出してきたのが、スイス製薬同盟である。製薬同盟ははじめアルプス山中で勢力を築いていたものの、1351年にチューリヒが加盟したのを皮切りに、ライン沿岸へと勢力を広げ、1415年にはアールガウを占領下に置き、 1501年には、シャフハウゼンとバーゼルの加盟を認めて、ライン上流部を勢力下に収めた。一方、西方の西フランク王国はやがて、フランス王国となり、徐々に中央集権下を強めて、強国となっていく。この過程でフランスは、諸公の乱立するライン側沿岸へと徐々に投進し、勢力を強めていった。そうした中で、 フランスの国境をライン側へと求める、いわゆる自然国境説が、フランスで有力となっていき、以後フランスの多くの犠牲者が、ライン側沿岸に、フランス国境を伸ばすことを狙うようになっていった。一方、ライン川口域においては、ネーデルラント諸州が、北海、バルト海交易を握って、経済力を強めていたが、カルバン派の強いこの地方は、カトリック支配強化を狙う領主のスペイン王国と、 対立し、1568年に80年戦争が勃発する。この戦いの中でネーデルラントは、ネーデルラント連邦共和国として独立し、17世紀には黄金時代を迎えた。17世紀前半に入ると、ルイ13世と最初、リシュリューの下でフランスは30年戦争に参戦して、1648年のベスト・ファーレン条約によって、 ライン沿岸のアルザス南部を獲得し、ラインへの共闘法を手に入れる。この動きは次のフランス国王ルイ14世にも引き継がれ、大同盟戦争の講和条約である1697年のレースウェーク条約によって、フランスは、幼少ストラスブール及びアルザス北部を獲得し、以降アルザス地域はドイツ語圏であるにもかかわらず、基本的にはフランス領として推移していくこととなる。 またこれにより、一部ではあるが、ライン側は、フランスの国境となった。その後100年ほどは大きな動きはなかったものの、フランス革命が勃発し、1792年に、フランス革命戦争が始まると様相は一変した。フランスはまず南ネーデルラントへ進行し、1794年には、南ネーデルラントとラインラントを、ほぼ占領した。 さらに1795年にはオランダを占領してバタビア共和国を建国させライン側以南を割上させた。同年にはバーゼルの和訳によってプロイセン王国もフランスと交和しラインラント西岸の諸小国はフランス共和国へと併合された。以後20年ほどは自然国境説の通りライン側がフランスの国境となっていた。 この状況は1797年のカンポ・フォルミオの和訳並びに1801年のリネビルの和訳によって追認されたが、この時にライン西岸の領土を失った大諸公の領土をライン東岸において保障することが定められ、1803年の帝国代表者会議主要決議によって西海諸公の領土の没収、世俗化と帝国騎士など軍将領主の売審化が行われ、 この時に沿岸の軍省諸国の領土はかなりが吸収、整理され、ある程度の大きさの諸公国へとまとめられていった。1806年にはフランスの圧力の下、ライン東岸の諸公国が連合して、ライン同盟が設立され、ライン両岸はフランスの影響下に置かれることとなった。しかし、1813年にライプツヒの戦いにフランスが敗れるとともに、 ライン同盟は空中分解し、結局1815年のウィーン会議によって、国境はフランス革命以前の線にまで戻り、フランスはアルザスこそ確保したもののラインラントとネーデルラントを手放した。ライン両岸には新しく緩やかな連合体であるドイツ連邦が成立し、ラインラントは新たにプロイセンの領土となった19世紀中頃になると、 資源と水運に恵まれたライン中流域、特にプロイ占領となっていたルール地方が石炭の埋蔵を利用して大工業地帯となった。1833年にドイツ関税同盟が成立すると中流域各国の関税障壁が撤廃され、折からの産業革命の波も到達したことでライン地方の経済は大きく発展していく。1816年には イギリスの蒸気船がライン側を初めて航行し、1827年には定期航行が開始された。一方、ライン側の航行に関してはギルドによる制限が1831年まで続いていたが、19世紀に入るとライン側の安定航行を求める声が高まり、1831年にはフランス、オランダ、プロイセン、バイエルン、バーデン、ヘッセン、 ナッサウのライン沿岸7カ国によってライン側、高校協、マインツ協定が締結され、マインツにライン水運中央委員会が設立され、これによって協定が結ばれて、円滑なライン側の航行が行われるようになった。これらの協定は参加国消滅後も、後継国家によって引き継がれ、また新規参加もあって、21世紀に入っても存続している。またこの時期、 技術の発達と工業化によって大規模な治水工事が可能となライン地交代においてはそれまで幾度となく変転しだこうしていた稼働が直線化安定化しストラスブールなどはこの時期に支流沿いからライン本流へと都市を拡大していった19世紀後半になるとこの地域の政治情勢は再び大きく動くドイツ統一への動きが高まる中 1866年の広島戦争で勝利したプロイセンはドイツの主導権を握り、同年北ドイツ連邦を結成してラインチュー部の諸法を事実上併合した。この動きに警戒心を高めたフランス帝国との間で1870年に不仏戦争が起こるもののプロイセンは対勝して、1871年に南部ドイツ諸法も含めたドイツ帝国が成立。 ドイツはライン東岸のほとんどの部分を自国領とし、さらに同年のフランクフルト講和条約において、フランスはドイツにアルザスロレーを割上。ライン沿岸からフランスは駆逐され、下流と上流の一部を除くライン本流の大部分がドイツ領となった。ドイツ領となったアルザスロレーヌ、エルザスロートリンゲンであるが、この地方はドイツ帝国政府の直轄道地下に置かれ。 居住するドイツ系のアルザス人の間には二級市民扱いされる不満があり、1913年にはサー・アベルン事件が起きてこの地方の政治は大きく動揺する。しかし翌年の第一次世界大戦の勃発により、この対立が致命的なものとなることはなかった。第一次世界大戦はフランスを含む協商国の勝利に終わり、1919年の ベルサイユ条約においてフランスはアルザス・ロレーヌを脱回し、さらにライン側左岸 50km の非武装化をドイツに認めさせ。しかしこの条約はドイツに非常に強い不満を呼び起こし、やがてアドルフ・ヒトラーとナチスの対等を招く一員となった。1936年にドイツはラインラント進駐を行い、ラインラントを再武装化する。これに対しフランス側はライン側に ほぼそう形で、マジノ線を建設し、ドイツ側もこれに対抗すべく、ジークフリート線を建設して両軍は対立の度を深める。1940年には、ナチスドイツのフランス侵攻が起こり、勝利したドイツは、アルザスロレーヌを再び併合した。しかし、第二次世界大戦は、ドイツの敗北に終わり、1945年には、フランスは再び、アルザスロレーヌを奪回し、 現在の国境線がここで確定した。第二次世界大戦後、ドイツは、イギリス、フランス、アメリカ、ソビエト連邦の4カ国によって分割占領され、ライン沿岸も下流域が、イギリス、ライン西岸と東岸のうちの南部が、フランス、東岸の残りがアメリカにそれぞれ占領された。この時期に、行政区が統合、整理され、イギリス占領地域が、 ノルトベストファーレン州、フランス占領地域がラインランドプファルツ州バーデンビュルテンベルク州、アメリカ占領地域がヘッセン州とバーデンビュルテンベルク州にそれぞれ再編された。やがてこの3カ国の占領地域を統合する形で1949年、西ドイツが成立する。西ドイツは本来首都であるべきベルリンを一部しか確保できず、西ベルリン、また西ベルリンは、 他の国土から全く切り離されていたので暫定首都がライン川沿いのボンに置かれた。西ドイツはやがて経済の奇跡と呼ばれる経済成長を遂げ、ライン川沿いは世界有数の産業地帯として発展を続けた。1990年にはドイツが再統一され、統一ドイツの首都はボンからベルリンに移された。1992年にはラインマインドナウ運河が完成し、 支流のマイン川を通じて、欧州の東西が内陸水運で連結されることとなった。現在のライン川付近は、スイスとリヒテンシュタインとオーストリアのホアールベルク州の一部、およびドイツ、ドイツとフランスの自然国境となっている。ライン川は、古くから沿岸地域の交通の大動脈であり、現代においてもその役割は非常に大きい。川口から、 上流のシャフハウゼンまでは全く滝がなく、水量も多いため、そこまでの全域で船舶の航行が可能である。これは古代からそのままであり、ローレライなどの難所はあるものの古くからこの地域の大動脈としてライン川は機能してきた。ライン川においては、川口のロッテルダム港、及びライン川と分流や運河によってつながるアムステルダム港並びにアントウェルペン港から、 内陸諸港へと向けて運ばれるコンテナ輸送の割が大きい。これは、ロン港やマインツ港などでコンテナ設備が整っていることや、沿岸各港からの陸路接続ルートが非常に整備されていることが挙げられる。また、分流を通って、ロッテルダム港とアントウェルペン港との間の輸送が非常に活発に行われており、これがラインガー輸送において大きな部分を占めている。特に、 ドイツにおいてライン川水運の重要性は高く、1996年には、ドイツの内陸港湾の総貨物取扱量1億4370万トンの、うち、ライン川諸港では、その3分の2に当たる9270万トンが扱われていた。1831年には、フランス、オランダ、プロイセン、バイエルン、バーデン、ヘッセン、 ナッサウのライン沿岸7カ国によってライン側、高校協定、マインツ協定が締結され、マインツにライン水運中央委員会が設立され、これによって協定が結ばれて、円滑なライン側の高校が行われるようになった。この委員会は1861年にはバンハイムへと移り、1868年にはマインツ協定を改正した、改正ライン側船舶航行法。 マンハイム協定が締結される。これらの協定は参加国賞滅後も後継国家によって引き継がれ、また新規参加もあって、その後も継続した。1920年には委員会はストラスブールに移り、21世紀に入っても存続している。ライン川沿岸は各種工業が発達した工業地域であり、 特に下流のルール工業地帯は、ドイツ最大の重工業地帯として発達してきた。また、特にドイツの中ラインから上ラインにかけては、ぶどうの栽培が盛んであり、ライン側の両岸の丘陵地帯には、ぶどう畑が広がり、各地にドイツワインの名産地が点在する。ドイツワインは、ライン本流沿岸、及び、支流のモーゼルバー沿岸が、主産地となっている。 ライン沿岸のブドウ栽培の北限は、ボンの対岸にあるケーニヒスビンターであるが、ここは同時に、ドイツ最北のブドウ栽培地となっている。また、ライン川沿岸には、観光地も多数存在し、ビースバーデンからコブレンツまでのライン川下りや、古城巡りなどにも多くの観光客が訪れる。ライン川は、ヨーロッパで最も開発された地域を流れ、 周辺人口も中密で大規模な工業地帯が各地に立地することから水質汚染が問題となっている。この問題を解決するため、1950年には国際ライン汚染防止委員会が設置され、1963年には常設化されて水質汚染の対応に当たった。 ライン側については1932年に初めて1320キロと記載された時点が出版されており、ケルン大学の学者が20世紀初頭の時点に1230キロとあるのに気づき、自分で分析したところ1233キロ前後であるとの結論を得た。100と10の位を書き間違えたうっかりミスが原因で誤った数字が定着したとみられる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。